皆さんこんにちは、プロゴルファーの青山香織です。今日はゴルフを初めてこれからされるという方に向けてゴルフの入門編を紹介していきたいと思います。とまずはじめに、これからゴルフを始めるっていう方、まず一番最初に覚えることはグリップです。グリップの握り方、そしてアドレス、そしてその次に一連のスイングの動作ですね。それを一つずつこれからご紹介します。まずグリップなんですけれども、私が初めてゴルフを始めた時はまずクラブを握らず、この手のひら小指から4本、この4本をしっかり握って、この人差し指の曲がった部分に親指を入れる、そしてそれが重なったものがグリップっていう風に習ってやってきました。そしてですね、その中にもグリップの中にも右手と左手がそのまんま縦につながったものがベースボールグリップ、そしてこの小指と人差し指を絡めるインターロッキング、そしてこの小指だけを上に乗せるオーバーラッピングっていう、この3種類がありますが、この3種類は自分のご自分に合ったどの種類を握ってもいいと思います。私はオーバーラッピングです。で、この小指からのこの4本曲げますが、一番大事なのはこの3本です。この3本をしっかりこの指だけでグリップを握るっていう感覚、これをこのグリップを握った時にこの3本の指でまず握って、人差し指、親指、そしてこのまた3本から握って、人差し指、親指、そしてこうやって正面から見た時にこの親指、両方の親指がなるべくまっすぐ1本になるように、これが基本のグリップになるかと思います。そしてアドレスですけれども、アドレスの足幅は肩幅、もしくは肩幅より少し広いくらい、このくらいの幅ですね。このくらいの幅に広げて、体重配分は真ん中よりもちょっと前、母子球とジェフマズがしっかり体重が乗る、そして指、足の指がしっかり地面をつかむような感じでアドレスを構えます。そしてまっすぐ正面にクラブを持った状態から腰からしっかりと曲げて、体重をつま先の方に、これが横から見た時にまっすぐクラブを立てて腰から降りる、この時に膝が出てしまったり足が伸びきってしまったり、こうならないようにまっすぐ腰から下ろします。そして猫背になったりとかしないように背筋もしっかり伸ばします。足の幅は肩幅、もしくは肩幅より広いです。そしてボールの位置ですけど、ボールの位置はセンター右左である中で、一番長いクラブのドライバーで私は左のかかとの前です。そしてだんだん技術が上がるにつれてボールを低く出したりスピンをかけたり、そういうコントロールをするときに真ん中より右に置くこともありますが、基本アイアンに関しては真ん中、もしくは真ん中よりも若干左が基本でいいのかなと思います。今日は8番アイアンなので、私は8番アイアンでしたらセンターよりもボール1個左ぐらいですかね。このくらいにボールを、これがグリップ、アドレスの基本です。次にスイング、一連のスイングの動きなんですが、まずアドレス、そこから一つ目のチェックポイントとしてクラブが地面と平行になる高さ、この時にグリップ、シャフト、アイアンのヘッドのソールの部分ですねが、自分から見た時に自分の打ちたい方向とまっすぐ平行になるよね。地面とも平行、打つ方向とも平行
大体のグリップにはここにメーカーさんのマークとかが入ってたりします。自分の親指、ここのグリップのマークが天井を向くように地面と平行、方向と平行、そして親指、文字、そしてこのアイアンのヘッドの部分が天井を向くように。で、この時のグリップエンドのところで自分のおへそが結びつくような、こういうイメージですね。グリップをお腹に引っ付けてシャフトの真ん中を持っておへそで回る。その時おへそとグリップエンドからまっすぐなるように、ここまで上げたら左肘を曲げないように上に伸ばす。1、2、3、これがつながるとこういう動き、これがトップ。トップからインパクトですけど、インパクトはアドレスの時、アドレス時から腰をしっかり回す。アドレスで肩はそのまま、クラブもそのまま、腰だけ回してあげる。そして膝と膝をくっつけてあげる。そして右のかかとが上がっていく。この動きがインパクトの動きになる。そして次、ここが1です。2、3、そしてこの1、これも地面とクラブが平行のところ、そして飛球線ともまっすぐなところ、でグリップの文字、自分の親指が天井を向く、そしておへそも結びつく。これがフォロー。1、2、3、4。でここに来たらクラブのシャフトを背中にくっつけて持っていく。で膝と膝をくっつけてかかとを上げる。これが最後のフィニッシュの形です。肩幅にアドレスを取って姿勢よく構えたら地面と平行、1、そこから上に上げて、でアドレスの状態で腰を回して3、そしてそこからフォロー、またクラブフェース、平行、親指上、そして背中にシャフトをつける。これが最後、これが一連の動きになってくると思います。横からの動きです。クラブを上に上げて姿勢よくそのまままっすぐ下ろして、そして飛球線と平行、地面と平行、そこまで回しておへそも結びつく、そこまで回して上で、インパクトを迎えた時に腰が回る。で、フォロー。で、フィニッシュ。この一連の動きがゴルフスイングになります。それでは打ってみます。初心者の方でもゴルフを始めてだいぶ経つ方でも一つ一つのパーツが分からなくなった時にはこれを試してみるといいかもしれません。一連の動作ができてボールを打ち始める時に注意するところを見ていきたいと思います。上半身の動き、こういう1、2、3、4、5っていう動きがあるんですけれども、この動きが体で覚えれた時にいざボールを打つってなるとやっぱりこの下半身の動きっていうのはすごく忘れがちです。なのでこの注意する点としては、しっかりこの地面と平行になった時にグリップエンドと一緒におへそを回してあげる。そしてそこからトップからのこれを切り返しと言いますけれど、切り返しの時にインパクトを迎えるときに腰を回し切ってしまう。そしてフォロースルーを楽に取ってあげるっていう動きですね。で、これを簡単に言うと、体としては右を向いて、そして左を向くっていう、これが単純な動きです。右にいる人を体ごと向く。左にいる人を体ごと向くっていう。その中にこのさっき覚えた上半身の動きがついてきて、
トップの時には右を、フィニッシュの時には左を向く。この上半身とお腹、腰の動きが連動すると、始めたばかりの初心者の方でも飛距離を生み出すことができるかもしれません。しっかり悪い例としては、このまま手の動きだけを覚えてしまって、こういう上半身だけの動きになってしまう。正しい動きはしっかりこのおへそ、腰もしっかり回していきます。トップを上げた時にしっかり体ごとそちらにいる人に体が見えるように。一つ一つパーツを覚えて、そんなしっかり体も回していくっていうのはとても大事だと思います。